西洋医学は欧米において発展した医学を指す用語である。明治初期から欧米医学を指す言葉として用いられた。正式な医学用語ではなく、俗語であり、文脈によって意味が異なる。ヨーロッパ、アラビアには中国医学とは異なる概念、理論、治療体系を持つ伝統医学がある。これは古代イギリシャに始まり、四体液説、プネウマ論など基礎とするもので、 ああユルるべが中国医学と同じように全体観の医学である。各地の伝統医学は交流しながら発展した。西洋医学は古代から現代までの西洋の医学を指す場合もあるが、ルネサンスに橋を発し、その後自然科学と結合し19世紀後半に発展した近代医学、または現代医学を指すことが多い。欧米では医学を応用科学に含めるのが、 一般的である。ギリシア神話にて医学の神であるアスクレーピオスの像。左手に持つ蛇のまとわりついた杖がシンボルとなっている。ヨーロッパにおいては、医の起源は古代ギリシアのヒポクラテスとされている。その後、古代ローマのガレノスがアリストテレスの哲学を踏まえ、それまでの医療知識をまとめ、学問としての医学が確立されたと言われている。ガレノスは、その後、 数百年もの間権威とされた。中世では外科はキリスト教徒の職業とはみなされていなかった。病気は神の恵みであり、医療は神への冒涜とされた。当時は利用士によって外科手術やまじない的な射血治療などが行われていて、これは学術的な医学が発達するまで広く行われていた。このようにヨーロッパにおいては、 古代ギリシア等の知識が継承されることなく、学問としての医学は低迷した。古代ギリシャの医学知識は、イブンシーナーやイブンリュシドに代表されるイスラム世界において継承された。ルネサンス期のヨーロッパでは、上記のイスラーム世界の医学書籍が翻訳され、パドバ大学などで研究され始めた。それにつれて、人体に対し、実証的研究が始まり、 それまでの医学上の人体知識が徐々に否定され始め、近代科学としての医学が放火した。日本では1543年の鉄砲伝来以降に西洋医学も伝えられ、宣教師はキリスト教不教に医術を利用した。ポルトガル人アルメーダは文後に日本最初の洋式病院を設立した。キリスト教が禁圧された後もその医学は南蛮医学と称されて、 外科医術などの分野で一定の役割を示した。その後は日本と通商関係を有したオランダの医学が流入して乱邦医学と呼ばれた。幕末には乱学とともに西洋医学書の翻訳などが行われた。明治維新後には漢方医学を廃止、西洋医学を医学とするようになったとも言われる。20世紀になると医者は 患者の人体に劇的に作用する技術の向上に力を注いだ。A、A.B. 新竜誠、西洋医学と東洋医学、地にか。八巻十一号、梶田明、医学の歴史講談社学術文庫、2003年、服部新著、世界史、リブレット82近代医学の光と、影山川出版社、2004年、小川かなえさん、医学の歴史、中高新書。 1964年、ピアニッシモ、96から97、小川奏さん、医学の歴史、中高新書、1964年、P96 アスクレーピオスの杖。蛇がまとわりついているのが特徴。ありがとうございます。